お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のレガタに参加した感想を一人ずつお願いします。はい、今回のレースでは、マストが折れてしまって、レース自体にはあまり参加できなかったんですけど、トップの、プレイヤーたちの姿を見て、いろんなことを学べて、とても、いい経験ができたと思います。以上です。今回はレースあんまりできなかったんですけど、間近でそのトップセーラーたちのレースや滑りを見て、いろいろ動作の面だったり、そのタクティクスの部分だったり、いろいろ学べることが多かったんで、日本に帰ってこれを、この見たこと、学んだことを生かして自分のものにできるように頑張りたいと思います。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。